はい、サオサギライト、これの使い方です。これは漁業ライトという商品です。まずは開けるとこういう、アダッチのチューブで、これが、光るケミホタルです。でこれは折ると光ります。でこれちょっと振ってください。上下に泡をこうずらしちゃうと全体的に光ります。で、使い方はこの竿の管が下になっているんですけども、上からつけます。で竿を折らないようにこうゆっくり折ります。こう下になってしまうと絡んだりします。ちゃんと 上向きで見やすいようにしてください。これは絡み防止で下から入れます。これでこの間に糸が絡みにくくなります。はい、サウサキライト、これは37番、竿の径がわからない場合、この37番を使います。このテープがこう巻かれていますので、ここを剥がしてつけるだけです。で最初に使う前は折って光らせてください。はい、竿の上に来るようにつけてください。下に来てしまうと糸が絡みやすくなってますので、はい、こういうふうな感じです。